この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやこいつを片付けたらクロウマ飲もうな。ゆっくりお風呂に浸かってクロウマ飲もうな。麦焼酎ヒムカのクロウマ、ごっつぁんは偉い。 Do you remember night? Beautiful night?恋した数だけ美味しい蕎麦焼酎天照。ガスルメヤコにはどのようなメリットがあるんでしょうか。夏は爽やか冷房、冬はパワフルガス暖房。ガスルームエアコン。詳しいことのご説明はですね、あちらの方でしたいと思います。どうぞ。たった5分が一日を変えてしまうことがあります。あの人にいい時間。女子プロレス、今日は足利市民体育館からお伝えすることにいたします。もう超満員のお客様で熱気ムンムンといった会場でございます。いつもより放送席でございますが、実況アナウンサーの塩野です。よろしくお願いいたします。そして解説はデイリースポーツ運動部宮本久夫記者でございます。宮本さん、よろしく。よろしくお願いします。まあこれから夏にかけましてね、本当に女子プロレスはビッグイベントがもうね目白押しという感じでございまして、本当ですね。8月22日日本武道館、そして8月の28日にはですね大阪城ね。まああの 3AA の世界、選手権、これはライオネス飛鳥がジャガー横田に挑戦するんでしたね。そうですね。で大阪城ホールは長与千草が何かダンプ松本と髪切りマッチをやるんですね。そうですね、はい、あのフジテレビ杯ジャパングランプリを、まあ、飛鳥が制して、はい、そして、まあ、あの女王への、挑戦権を獲得したわけですけども、まあ、その過程で長与と松本の、まあ、遺恨決着戦が結局髪切りマッチというデスマッチにあの結びついたわけですね。そして宮本さん、はい、現在ですね全日本選手権王座決定リーグ戦というのが6人の、まあ、中堅選手によって争われているわけですね。そうですね、はい、あのまあ、山崎樹選手があのタッグ王座調整のために返上したんですけども、はいはい、まあ、やはりあの、まあ、ずぬけてると申しますかね、うん、まあ、現在ジュニアチャンピオンの小倉、はい、そして、まあ、あの極悪同盟の副将として暴れまくっている中野、まあ、あの 新人同士あの、はい、当時からあの張り合ってきたわけですけどもね、うんうん、ここでやはり全日本のフェスタイトルをめぐって、ね、まあ、この両者が攻防を繰り広げるそうですね、はい、これなんかもファンの人たちにとって本当に見逃せないですね、面白いリーグ戦だと思います。さてというわけで今日の足利市民体育館、早速試合ご覧いただくことにいたしましょう。さあ、スリーエリングアナウンサー、選手の紹介であります。超満員の足利市民体育館。テープが飛んでおります赤コーナーは誠に豪華、デビル・ウマサミ、ジャンボ・ホリ、ガッチーとコンビを組んで登場であります。今日は青コーナーは挑戦者、緊張した表情で選手紹介を受ける長堀和恵選手。今日は先輩として試合をリードしなくてはいけません、山崎一樹。そしてレフリーがボブ矢沢であります。まあ、こうしてあの4人の顔ぶれ見てますとですね、やはり山崎一樹、長堀和恵っていうのとデビル・ウマサミ、ジャンボ・ホリというんじゃちょっとあのハンデをつけてもいいような試合になりましたですけどもね。そうですよね、はい、まあ、力関係からいけばね、やはりあのデビル・ホリの方がやっぱり1枚も2枚も上っていう感じがしますよね。なんといってもキャリアがありますもんね。はい、そうですよね、はい、今日は長堀和恵選手、青コーナーから登場してまいりましたが、ちょっと緊張した表情を見せておりました。しかし、たくましく美しく成長いたしました長堀だ。さあ、まず2人攻撃いきました。デビルに対しまして2人攻撃であります。そして残ったのは長堀和恵であります。さあ、おっと長堀の攻撃、今ショルダーアタックを見せました。そして今度はどうでしょうか。あっと、これは空振りに終わった。しかし山崎からうまく出てまいりました。山崎、本当にこれはうまかった。そうですね、またまたあっと、はい、うまくフォローしたんですけど ね、 ね、今度はやっぱり同士打ちになっちゃいましたね。はいはい、このあたりね、デビルの先に2発は騙されませんでした。さあ、今度はデビルがコーナーに長堀を持ってまいりました。そしてジャンボコリの登場でやります。さあ、ジャンボはどうするか。あっと、今度はショルダーアタックのお返しでやります。もう1回腕を逆に取って今度はキックを入れました。
さあジャンボ堀長堀風を捕まえております。足利市民体育館、この足利市民体育館今日は超満員であります。昭和53年の6月に進行しております栃木国体が行われました。そしてこの足利市民体育館では卓球競技が行われたんですけども、その卓球競技のために空調が非常に大切ということで全く窓がありません。まあ、風の影響を受けないようなそういった今日は構造になっている足利市民体育館での試合であります。本当に立野のりお選手の地元ということもあるんでしょうけども、お客様がよく入ってますし、第一試合からもう脇に湧いてますよね。本当ですよね、はい、これだけヒートアップしてるのもね、すごいですよね。はい、今の女子プロレスの人気をそのまま映し出しているような足利市民体育館であります。さあレベルが高いとこからフライングニーパット、これはジャンボ本に命中してしまいました。相打ちであります。そしてチャンスだ、山田キッズが出まいりました。一気にコールが起こっております。2人でドロップキック、さあもう一回ロープに振っている、どうか、またいった、綺麗に入っております。2人攻撃です。そして山崎が上から行きました。足が伸びております。これはロープです。さあ山崎そして長堀、若手コンビでありますが、今日は先輩相手にどういった試合をするか大いに注目されます。山崎盛んに腰を狙い出しましたね。やってますね。まあ、この辺りがねジャンボコインのちょっと苦しいところなんですけども、情け容赦は全くありません。山崎樹気の強いことでは提供があります。さあ先輩ジャンボコインの腰ウィークポイントを攻めております。容赦いたしません。思わず腰に手がいってしまいましたジャンボ堀。さあジャンボもこれレベルに早いうちにタッチしておかないと危ないですね。徹底的に腰を攻めようという山崎樹、ご覧ください。なるほど、うまいですねこれは。本当ですね、はい、ちょっとカーターの形ですね、これは。はい、ウィークポイントの腰を攻めております山崎樹、臨機応変の攻めであります。さあおっとまたエルボーを一発、脳天に待っております。髪の毛を離しません。さあ前として山崎樹の構成だ、キックを入れました。背中にキックを入れております。また思わず腰を押さえておりますジャンボ堀。さあ手を伸ばしてなんとかデブリにタッチしようというところ、しかし青コーナーです。長堀が出てまいりました。また腰に一発、もう一発いきました。あー3発であります。4発、強烈なキックが5発。さあ6発飛んだ、徹底的にやっております。長堀は山崎豊友さんに空手技を教わっております。さあ今飛んだ、これは相打ちになりました。相打ち、山崎と長堀相打ち。さあジャンボが今デビルにタッチ、おーっとこう、いや受けてたというデビルが得意あります。強力なキックを入れている、ゴーッと返し一発ヘッドバット。デビルが完全に長堀に対しましてね、こい受けてたと、こういった感じであります。今度はパッチが入りました、右のフックであります。そして今度は膝が飛んでおります。さあ山崎が変わっていってまいりました。再び山崎一輝デビルマサミの対決、場内一つは歓声が高くなっております。おーっと左のジャブですね、ボクサースタイル。さあこれはちょっと山崎ね受けにくい感じであります。今度は足を飛ばしました。行く、いよーっとクロスショップが飛んだ、必殺のクロスショップ炸裂であります。見応えがありまして対決島崎デビルマサミ。さあバッファイト、やや長期攻撃風であります。そしてまた山崎の長い髪を捕まえて今度は上に上げております。そしてジャンボが出てまいりました。強烈なパンチが入りました。ラリアート風に今山崎の顔面に強烈なパンチが入りました。今度は山崎が反撃に転じております。面白い試合になりました。さあロープを利用いたします。さあ山崎の華麗な技が出ました。しか
しこれも一瞬でした。デビルが捕まえた。あっとバックブリーカーに行っている。おっと今度は山崎が1点。エビ固めの体勢に入ります。今度は山崎かジャンボを捕まえて、あっと今度はジャンボが逆にガッチリとコーナーポストに据えて叩きつけております。もう一発いきました。見ていて思わずね怖くなるような強烈な投げ。そして今青コーナーでやります。さあどうでしょうか。本来でしたらあそこから飛ぶんですけども避けられませんか。コーナーで1点いたしまして今度は長堀が出てまいりました。パンチ攻撃であります。ジャンボも負けておりません。先輩の貫禄でしょうかね今のは、はい、また抱え上げました。どうするか。すごい勢いで放り投げられました。さあおーっと今度は飛んだ。これが山崎の得意技。さあ方向利用いたします。華麗な反転技を見せており、までマックス1またミサイルキック行くか。強烈に行きました。一番高いところから華麗なミサイルキックが炸裂いたしました。さあ山崎大きなチャンスだ。長堀を呼んでいる。どういう風なコンビネーションを見せるか。デビルのために2人攻撃であります。2人でいった。逆にいった。強烈ネットブリーカードロップ。さあジャンボが上がった。そして上からいったボディープレスであります。どうかハンドが入るか。デビルが高々と担ぎ上げて今長堀壁の上に落としました。強烈な技が炸裂しております。何か翻弄されている感じになりました。そして人間風車の体勢です。おっとバックブリーカーに持っていった。山崎樹は今場外だ。完全にカウントが入った。山崎入ってまいりましたが得失点を落とす。やはり貫禄というか力の差が違いますか。そうですよね、山崎君一生懸命奮闘したんですけどもね、はい、やはり相手の力も違いますし、やっぱりタッグの連携プレーも違いますからね。そうでしたね。いや最後は長堀和恵がね完全にもう料理されてしまいまして、山崎樹場外から入ってまいりましたがどうすることもできませんでした。30分一本勝負。デビル雅美、ジャンボ堀、山崎樹、長堀和恵、先輩2人の快勝に終わった一戦でした。ワインより優しく、フルーツより切ない、サントネージュワインクーラー新発売。見たいその時すぐ見れる。入りも嬉しいカシオのポケットテレビ1キュッパ、カラーもあります。キーママなパーティードッグの新発売で、陽気なホットドッグ、おしゃれなブリトーと合わせて、ただいまポストミックス半額券付きついてる。セブンイレブンいい気分。みつこさん言いなさいよ。おばあちゃん先。いやみつこさん言いなさい。いいよそれおばあちゃんです。そうですか。アースのマットは取り替えいらずで1ヶ月、マットがなくても蚊が落ちる。アースのマット。ひときわ快感ネッスル缶コーヒー。この夏クリーンナップトリオで新登場、ネッスル缶コーヒー。メントス噛めば美味しいクール 100% ミントキャンディーメントス。人口16万という栃木県の足利市、足利市民体育館は沸きに沸いております。本当に超満員のお客様が入りました。今大森ゆかりがゆっくりと入場してまいります。花束でちょっと受け取りまして、花束を受け取って大森ゆかり選手、この辺りはいかにも女子プロレスらしいところであります。今大森ゆかり青コーナーに入場です。Yeah.
矢川横田。今年はメキシコ遠征がありました。阪神メキシコに殴り込んでまた大きく成長して日本に帰ってまいりました矢川横田。3AA の世界チャンピオンが入場してまいります。赤コーナーです。小さな対戦中、実力ナンバーワン矢川横田が入場してまいります。3AA の世界チャンピオン矢川横田、対するは大森ゆかり、これまた怪力ナンバーワン。いやー、シングル戦ですがこの一戦は面白いですね。もうこの一戦本当に、興味津々と言いますかね、もう何が起こるかね、なんか期待感いっぱいですね。本当ですよね、まあ、大森ゆかりという人はですね、これまた本当に何が起こるかわからない人で、新人選手なんかこの大森と試合をやると嫌がってましてね、本当ですね、怖いという感じがするんですって、はい。ところが今日はですね、世界のジャガー横田ですから、大森としてももう遠慮なくドンと使っていっていいわけでしょ。もちろんそうなんですけどもね、まあ、8月22日の武道館ではですね、まあ、ジャガーがバイオネスアスカの挑戦を受けるわけですけども、まあ、アスカの同期生でもあるわけですよね、この大森は。まあ、ジャパングランプリではアスカと大森は引き分けて、そして大森は長内千草も破ってるんですよね。そうですね、だからもう決して実力的に引きを取るわけじゃありませんからね、アスカを十分意識してね、今日はやると思うんですよね。かつてはジャンボコリとねコンビを組んで一世を風靡しておりました3AA のタッグの世界チャンピオンでもございました大森ゆかり。しかしこの人はシングル戦でなかなか魅力のある大技を連発いたします。今日はジャガー横田が入ったこういった技、ご覧ください。小さなジャガー横田、本当に高低差がありました。高いところからあっという間マット上、今度はジャガーの反撃だ。しかし大森もジャガーの反撃を許しません。さっとグランド技に持ち込んでおります。この辺りはなかなかうまいところ、両腕を後ろに取りましたジャガー横田であります。さあ、体の大きい小さいの違いはありますが、まあ、とにかくですねこの一戦見どころがいっぱいであります。ジャガーもメキシコからいろんなグランド技というんでしょうか、いかにもメキシコの技だなというような感じのいくつかのストレッチ技なんかもね持って帰りました。そうですよね、今日は大きい大盛り相手に果たしてそのグランド技を多用いたしますか、あるいは本来の空中殺法でしとみますか。まあ、このシリーズはバトルジェネレーションという名前がついてるんですけどもね、まあ、世代の戦いといいますかね、やはりまあ、上の方はジャガー横田を筆頭に、まあ、デビル、ホリというところが、まあ、フル株ということでしょうけどもね、あとは、まあ、クラッシュ、そしてこの大森、そして極悪同盟の松本、こういった、まあ、55年のデビュー組ですね、この辺りの55年組がいわゆるその上の3人を追い越そうという、なるほど、そういう意味でやっぱり時期に差し掛かってるんですよね。はい、今ちょうど世代交代の大きなポイントを迎えようとしている全日本女子プロレスであります。まあ、しかし上の選手たちも本当にまだ、引退というね、二文字とは縁遠い、今円熟の境地にあります。そういった意味ではこの試合は象徴する一戦と見てもいいでしょう。さあ、おっと大森が行きました。大森がぶつかっていく、そして今度はジャガーが行った。ジャガーらしい攻撃が出ました。大きな大森を捕まえております。さあ、もう一回いくか、ヒップアタックです。得意のジャガー横田、ヒップアタック出ております。そして今度は豪快に持っていきました。カウントは2です。
レフリーがクエンギュラ。やはりジャガー横田鋭い目。ジャガー横田が2ヶ月メキシコに行って、まあ、ジャガー横田としては非常に大きな得るものがあったということを言っておりますが、ジャガー横田がいないリングというのも寂しかった。ファンの人たちはこのジャガー横田が帰ってくるのを首を長くして待っておりました。そして今ジャガー横田そのお土産を各会場一試合一試合本当に一生懸命ファンの声援に応えて出しているところであります。さあジャガーが苦しくなりますと場内からはジャガーコール、ジャガーに対する応援コールが沸き起こっております。がっちりと足を脱ぎをかけました。余裕のある大森ゆかり、あ苦しそうです。ジャガー横田苦しそうです。さあなんとかロープに逃れたいんですけども、ちょっとまだ距離があるようです。どうでしょうか。ローリング今やっとロープに逃れました。足音の字ががっちりとかかりました。両膝を痛めてちょっと苦しい大森なんですけども、逆にがっちりと足音の字をかけました。まあ、なかなか解けないですね。解けませんね。完全に勝ってたんですね、さあしかし大森もちょっと痛めたんじゃないでしょうか。今度はジャガーが場外に左の膝を変え込んでますね。ああこれはちょっと膝を痛めましたね、はい、足音の字がもう食い込んでたんですよね、はいはい、たまらず場外に落ちましたジャガー横田。さあリング内に残っている大森ゆかり、この試合は30分1本勝負であります。やがて始まるタックのリーグ戦ではコンビを組むことを決定しております。ジャガー横田大森ゆかり、今日はシングル戦対決。今日のシングル戦はまさに世代交代を期待一戦であります。さあ今度は大森が行く。ああ今のはあのボディですね。そうですね、胃袋ですかね。内臓を打っております。そしてどうかまたやった。これはちょっと苦しそうです。ジャガー横田、大森とジャガーの対戦を迎えている足利市民体育館。さあ大森がそろそろ入りくぶりを発揮してまいります。ランロープから今トップロープに上がって、どうでしょうか。これは空振りであります。ジャガー横田が今度は形相も凄まじく今トップロープに上がった。さあ来いというジャガー、一気に飛んだ。しかしこれも空振りであります。あお互いに一挙挙実実。さあ今度は大森が飛ぶぞ。まともにいけると大変だ。どうかいった。フライングラリアートになりました。カウントが入る。すり抜けた。さあジャガーがすり抜けた。どうか。足を首挟んで一発脳天に一発しました。この辺りはジャガー新しい技、そしてタイムドライバーに入った。速いタイムドライバー、あっという間に行って上からカウントの体勢だ。あっという間に入った。ジャガー必殺のタイムドライバー、素晴らしいジャガーであります。上に行く時のタイミングとスピード、大したもんですね。本当ですよね、はい。ここはロープからのラリアートを食らったんですけどもね、はいはい、もうその後あのすかさずもう決めに来ましたよね。そうです。あやっぱりこの人の一番あの上手いっていうか、やっぱりこういうあの破壊力のある大森でもこう力を吸い取ってしまうようにね、あのトールへ持ってきますよね、はい、この辺がやっぱり女王は、まあ、4年間4にわたって守っている秘訣でしょうね。そうですね。いやリング上まだ大森ゆかり選手は苦しそうであります。まあ、最近あの若い人の試合がねたくさんリング上熱戦を展開しているわけなんですが、今のジャガー横田のその最後のフィニッシュに持っていく方、これなんか言いますと若い選手には本当にいいお手本になるんじゃありませんか。本当ですね、まあ、見てるがもう意識してますしね、はい、その呼吸を読み取るようにしてあのコールを持ってきますよね、はい。本当に感心するジャガー横田の強さ、そしてジャガー横田のうまさでございました。この辺りで足利市民体育館からお別れいたします。また来週お目にかかります。ごきげんよう。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今関東各地を転戦中でございますが、どの会場も本当に超満員という感じでございます。さて今日はこの足利市民体育館、昭和53年国体の時に出来上がりました素晴らしい体育館なんですけども、この体育館からお伝えすることにいたしましょう。実況アナウンサーの塩野でございます。よろしくお願いします。さて解説はいつものようにデイリースポーツ運動部の宮本久夫記者でございます。さて宮本さん、はい、新人がですね、今年は本当にもう連々になく充実していくか、大量に入って、しかもなかなかいい成績でですね、みんなあのプロテストに合格していってるようですね。そうですよね、はい、あのなかなかあの体格のいいね、あの素質のある選手が入ってきましたね。そうですね、今日もあのデビュー戦がこの会場で行われまして、まあ、選手にとっては一生忘れられないと思いますけども、麻生京子と堀田由美子、はい、ね、まあ、どちらも、まあ、ちょっと技にね、こだわりすぎたような、はい、あの試合展開でしたけども、はいはい、まあ、もっと、なんて言いますか、荒々しいね、新人らしい面を出してほしかったなと思いますけども、うん、やはり、新人としては、レベルは高いんじゃないでしょうかね。あ、はい、そうですか。そういったあ、まあ、素晴らしい、本当に初々しい試合が展開されておりますが、今日はもう一つ、この足利が生んだ、本当に将来宿望されております立野則雄選手がメインイベントに登場してまいります。どういった試合を見せてくれますか。さあリング上ご注目ください。足利市民体育館に今ゴングが高らかに鳴り渡っております。今日のメインイベントを迎えました。60分3本勝負であります。今日はダイオメスアスカ、長代純さん、トラックキャビット、立野則雄がコンビを組んで、ダンプ松本、そしてレスリーグピーターセン、さらにはブル中野でやります。さあご覧ください、今ゆっくりと極楽鳥の入場をしてまいりました。ダンプ松本、ブル中野、そして中にレスリーピーターセンでやります。洋の熱気を投稿軍の足利市民体育館、いやしかしあのレズリー・ピーターセンという人はなかなかの美人レスラーでしてね、そうですね、極悪同盟の中に入るとちょっとあの椅子という感じもしないではありませんね。あ、そう、まあ、しかしあの昨年のまあ3月にこちらにしてるんですけども、はい、結構あのラフファイトを使いますからね、あ、まあ、あの戦いに入りましたらね、はい、あの顔とはちょっと打った顔に似合わぬといった感じかも分かりませんね、はい、さあ満員のお客様、声を揃えて今クラッチギャルドを呼び入れております。熱狂また熱狂、最高潮に興奮が達しました。いよいよダイオメスアスカ長代純さん、そして地元立野則雄選手が入場してまいります。赤コーナーは最高のこれトリオですね、本当ですね、今人気最高と言われておりますダイオメスアスカ長代純さん、そして足利出身というこれからの成長株立野則雄選手の3人でやります。さあ満員の会場、果たして花道を通って選手が無事に入場できるかどうか、花道はもうファンの人たちでごった返しております。さあどうでしょうか、今赤コーナーの花道にファンの注目が集まっております。さあ選手がどうやら入場してまいりました。選手が入ってまいりました。まず立野則雄選手であります。ピンクのガウンの立野則雄が入った。そして今その後ろからクラッチギャルズの2人が続いております。空手の道具です。早くも戦う姿勢を見せております。長代純さん、そしてダイオメスアスカ、ダイオメスアスカ入場です。テープが早くも飛び立っております。足利市民体育館、今地元出身の立野則雄選手に対しましてファンから花束が贈られております。立野にとっても今日は本当に華やかな凱旋です。負けられない、そして嬉しい凱旋であります。故郷に錦を見事に飾りました。そしてこの立野則雄クラッシュギャルズを待ち受けます。青コーナー、ダンプ松本ブル中野、そしてレズリーピーターセン、不気味な雰囲気です。藤井エリングアナウンサー、選手の紹介ですが、ファンの強制でこの放送席まで十分に届いてまいりませんが、今立野則雄、多くのテープが飛んでおります。今日はお父さんお母さんも一緒に観戦中。
立野が完全に捕まってしまいました。
強化出てまいりました。宮本さん、やっと強化出ました。ハトリの首にしっかりと巻きつけられました。さらに攻撃であります。さあ、長与が出ていきました。3人の選手がリング上であります。6人タッグマッチ、6人の選手が出ております。さあ、いやー、ピーターセン選手も大変でいます。レズリー・ピーターセンが今、長与千草にしっかりと捕まっております。おーっと、場外に落とされようとしております。一方、立野は首に巻きつけられた。レズリー・ピーターセンが巻きつけられました。放送席にすごい勢いで巻きつけられました。まだ起き上がれません、まだ起き上がれません。いやー、額を思い切って叩きつけられました。放送席の付け、さあどうなるんでしょうか。狂気攻撃は相変わらず続けられております。足利市民体育館、何人のお客様総立ちになりました。どこをどう実況放送していいのか全く分かりません。さあ、ダンプが行く。おーっと、ラリアート炸裂、上から100キロが行って、カウントあっという間、カウントあっという間、3つ入った。カウント3つか、カウント2つか。早かったですね。早すぎます、はい、ね、もう3カウント入ってしまいましたからね。今のあの2つかと思ったんですけど、3つ入ったんですね、はい、いやー、驚きました。あっという間のカウント3でした。青コーナーには阿部志郎という強い味方がついております。ご覧ください、1本を取られました。今放送席にやってまいりました、ね、テレビを見ている人にも本当にライオネス飛鳥、訴えてください。今のはひどいということで、ライオネス飛鳥放送席にやってまいりました。いやー、これは当然でしょう。さあ、もうこうなったらですね、やはり阿部志郎も敵だと思って戦わなくちゃ、宮本さん、勝てないですね、ちょっと。本当ですよね、これから2本目が開始されます。2本目が開始されます。しかし、あまりアスカとチクンさんが勝ったいたしますと、これまた反則を取られますしね、本当に試合が難しいところであります。まず1本を取られました。足利市民体育館、60分3本勝負。さあ、2本目が開始されようとしております。2本目が始まっている。まずダンプとパーッと勝った。何ですか今のは、宮本さん。ラリアートを切っても1回転しましたね、はい、いや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 、放送席の前1回転して場外へ、強烈なラリアートでした。そしてシナインが持ち出されました。こちら長与千草は黒帯であります。そして縦の伸びはリングの下。大変な試合になりました。大変な試合です。すごいですね。恐れ入りました、ダンプ松本。さあ、今度はリング上で千草、そしてダンプ松本の対戦です。今ゆっくりと縦野伸雄が上がりました。おっと、その縦野に対しまして市内攻撃。今日は縦野が強敵です。徹底的にやられます。縦野の落ちた音、今その縦野に黒帯が渡されました。縦野も行く、縦野も行く。おっと、しかし市内は飛ぶ。その前には心を構わず止めます。今長与が助けに入りました。どうすることもできません、赤コーナー。さあ、またブル中野も行っております。これはもうあの強気攻撃、カウントを取ってもいいんじゃないでしょうか。阿部志郎、収集がつきません。ちょっと阿部志郎のレフリングでは収集がつきません。やるに任せております。なんとかなんとかこの市内を取り上げないことにはどうしようもありません。ただカウントを入れるだけではダメであります。おーっと、相打ちになった。ワンプの松本相打ちだ。縦野が行った。あっという間、ジャーマンスープレックス。どうしたんでしょうか、ダンプ松本。相手が見えませんでした。レズリー・ピーターセンの中にしない攻撃。ちょっと調子乗りすぎましたかね。驚きました。そこをさっと。ジャーマンスープレックスホールド、縦の伸びは鮮やかでした。一本一本になりました。さあ、3本目、騒然としたうちにゴングが鳴ったようであります。3本目始まりました。もうめちゃめちゃな試合であります、めちゃめちゃな試合であります。
次々に競技が断破元の点。さあ上からいった長与危ない、カウントがまた2つ入ってしまいました。先ほどのカウント3はあっという間でした。ダンプ松本全身汗びっしょり、長与小さを攻めております。さあダンプ松本が行く、上から行ってまた100キロが行った、カウントが入る、危ない危ない。今 INS アスカ出てまいりました。さあ長与小さ、 INS アスカ、そして縦野のリオが赤コーナー、青コーナーがダンプ松本、そしてエリン・ピーターセン、ブル中野。さあいやー長与千草が徹底的にやられております。リング上です。さあ一本です。3本目どうでしょうか。今長与千草、そしてバイオネスアスカタッチ。さあああ、今度はブル中野粘着を出しております。もうちょっと正常の試合は無理であります。正常の試合は無理、徹底的な強力攻撃、そして反則攻撃が繰り広げられております。リング上もう粘着でね、首締めですね、はい、そうなんですよね。さあこれをどうかわすかと、逆に粘着を取った、アスカがいった、脳天に一発、粘着攻撃であります。さあダイオネスアスカ、今ジャイアンツイングの体勢に入りました。ジャイアンツイングです。相手の体が汗で濡れておりまして、ちょっとやりにくそうな感じもありました。しかしこれはどうでしょうか。あ、やはりねちょっとポジションが悪かった。ここで縦野範雄が出てまいりました。赤コーナーに1本を入れております。縦野、さあこのままいった、タイルドライバーでやります。タイルドライバー綺麗に入った、カウントは2です。まあ、いつものカウントの取り方だったらあっという間に3つ入っていたでしょう。さあもう1回ロープに振ります。縦の乗りをどうかーっと空振りだ。よく見ておりました、振る中の。さあ今度はおーっと長与千草をお腹に入れました。さあ今度は強敵を長与に絞ったか、そしてダンプが顔を真っ赤にして今トップロープに上がってまいりました。首吊りですか。そうですね、はい。いやー振り切りの体勢で今ダンプ松本のボディ攻撃をやります。さあ、あっと阿部志郎は完全にですね赤コーナーの方ですね。さあ長与千草、ダンプ松本に捕まっております。あっと、ああ長与千草が行った、足を取った。さあサソリの体勢であります。サソリ固めの体勢に入りました。ファンにアピールいたしまして今一回転であります。ステップオーバーしました。さあガッチリ決まりましたね。決まりましたね。大きなダンプ松本苦しそうであります。助けを求めております。しかし今度は里野が行った、里野に入った、そしてダイオネスアスカがまた里野の体勢に入った。3人が里野であります。そして山崎一樹、強烈なキックを阿部志郎に浴びせました。いやこの辺りは見事でした。しかし今極悪の若い選手が入ってまいりました。小倉も入ってまいりました。騒然としております。いや6人タッグではありません、8人タッグか、あるいは9人タッグか。いやいや阿部志郎がですね今完全に入ってまいった。さあ何人の選手がリング上に入っているでしょうか。10人ぐらいの選手が入っておりました。さあ今回し蹴りが入った、長与千草の回し蹴りが入りました。叩きつけてダイオネスアスカにタッチ、そしてアスカが行った、上から行った、綺麗に決まっています。そしてエルボーを落として、さあまだ決めに行きません。どうするか、ブル中野に強烈なパンチ一発、そしてダンプ松本を出しております。フジテレビ回送のジャパングランプリの再現です。決勝の再現だ。ラリアートが入ってカウント危ないぞ。カウント2です。避難ゴーゴーの声。さあ今度はブル中野が入っている、バックを取った、ドロップバックドロップアップ、ダイオネスアスカ、ブル中野を捕まえた。そして長与千草が今タッチしていった、一気に飛んだ。さあどう決めるかであります。縦野が取りました、次々に行きます、エルボーを、そしてニードロップを落とします。さあ3人攻撃だ、うまい、うまい攻撃だ、カウントが入る、ゆっくり入る、入りました。これは完璧であります。コンビネーションがバッチリと決まりました。鮮やかな3人攻撃、
第4サーフが長いおチームさん、そして縦の伸びを鮮やかにダンプ松本手作りピーターセンブル中野を下しました。まあ最後の3人の息が胸がスッとするような感じ、そういうような感じで決まりました。3人の連続攻撃で、ね、はい、畳みかけてあのドロップキックですね、3人のドロップキック、うまくあの1点に集中しましたよね。そうでしたね。いやそれにいたしましても阿部志郎がレフェリーをやっていますと、本当に阿部志郎のね、あのレフェリングの間をくぐって試合を決めるというのは大変だと思います。勝ってなお阿部志郎に対します先頭意欲、いやー放送局放送席がめちゃくちゃになりました。極悪同盟の屈指を受けました。改めてリング上長代千草縦の乗りをライオネス飛鳥満員のファンに応えております。足利市民第1巻縦の乗りを取ったライオネス飛鳥クラッシュギャルズ長代千草の今ね力を借りて、まあなんとか勝ったんですけども、それにしても何ですかあの極悪同盟は。いや本当にもうね放送席までねこういう放棄を働いてもらったら参りますね。本当に困ったもんであります。今日はこの辺りでお別れいたします。また来週ごきげんよう。